トルクメニスタン、トルクメニスタンは中央アジア南西部に位置する共和制国家。カラクム砂漠が国土の85%を占めており、国民のほとんどは南部の山沿いの都市に住んでいて、豊富な石油や天然ガスを埋蔵する。西側でカスピ海に面し、東南がアフガニスタン、西南にイラン、北東をウズベキスタン、北西はカザフスタンと国境を接する。 首都はアシガバートで衛星中立国である。旧ソビエト連邦の構成国であったが、1991年に独立した。正式名称はトルクメン語で、公式の英語表記は国民、形容詞ともタークマン。日本語の表記はトルクメニスタン。漢字による当て字はトルコ各広し。トルクメニスタンとはトルクメン人の土地を意味する。 首都であるアシガバードの郊外には、人類最古の濃厚集落遺跡の一つである、アナウ遺跡、及び、紀元前2世紀、または3世紀頃のパルティア王国、官名、安息国の発祥地とされる、二歳石がある。またこの時代、現在のアシガバードの位置に、小さな集落があったが、その後、サーサーアンアサペルシアの領土となった。6世紀には遊牧民のトゥルク系民族に、 7世紀からは、イスラム帝国、ウマイア朝及び、アッパース朝に支配された。9世紀から、サーマーン朝、セルジューク朝、ガズナ朝、ホラズム王国などの領地となる。13世紀には、モンゴル帝国が侵攻し、イルハン国やティムール朝の統治下となる。16世紀以降、ヒバハン国、ブハラハン国、サハビー朝などに絶えず侵略される。 1869年に、帝政ロシア軍がカスピ海東河に上陸し、1873年にザカスピ軍区を設置。同年、1880年にザカスピ鉄道が開通する。1881年に、アレクサンドル二世地下のロシア帝国陸軍がアシガバートを占領し、基地を築く。翌1882年に、 アレクサンドル三世地下の帝政ロシアにより、カフカス総督管区内のザカスピ州とされた。ロシア帝国への編入後、ロシア向け綿花栽培が拡大し、1910年頃より、ロシアの綿工業の減免の供給地の役割を果たし、現在も繊維工業や綿花栽培は主要な産業となっている。第一次世界大戦中の年から年に、 かけて反ロシア大暴動、バス待ち運動が起きる。1924年にトルキスタン自治ソビエト社会主義共和国を民族別の共和国に再編し、トルクメンソビエト社会主義共和国としてソ連を構成する国の一つとなった。ヨシフ・スターリンによるに反発した遊牧民の抵抗が1936年頃まで続いた。1948年にはに見舞われ、 11万人の犠牲者を出した。ソ連時代末期の1990年8月22日に主権宣言を行い、10月27日には直接、選挙による大統領選で単独候補のサパルムラトニアゾフ、最高会議議長が98.8%の得票率で当選した。1991年10月26日の国民投票で、 ソ連からの独立に94.1%が賛成し、翌10月27日独立。その2ヶ月後の12月26日にソ連が解体されたことで晴れて独立国家となる。1992年5月18日、最高会議が大統領権限を強めた新憲法を採択。傍らで同年5月に ロシア CIS 諸国との集団安全保障条約の署名を拒否。1992年6月大統領選でニアゾフ大統領が99.5%の支持で再選し1995年12月国連総会において衛生中立国として承認された。ニアゾフ大統領は2002年8月には終身大統領とされ国内では ニアゾフ大統領は、トルクメンバシュ、トルクメン人の長を生徒している。その後、ニアゾフ大統領は2006年12月21日未明に66歳で死去した。その直後、同日中に、オベズゲリルイアタイフ大統領代行が、刑事訴追を理由に解任された。約2ヶ月後の2007年2月14日に、大統領選が行われ、 89.23%の得票率を獲得したグルバングルベルディムハメドフ大統領代行が正式にトルクメニスタンの第二代大,大統領に就任した。トルクメニスタンの国家元首である大統領は憲法規定によれば任期は7年で国民の直接選挙により選出される。だが九百九十年以来二千六年末までにヤゾフ大統領が終身制の下で 大統領職につき、首相も兼任していた。ニアゾフ大統領は、2008年から2010年頃に、大統領選挙が行われると表明していたが、ニアゾフ大統領が死亡したため、死去後に大統領選挙が行われた。選挙の結果、得票率89.23%、2007年2月14日、朝日新聞で他の候補を圧倒した。 ブルバングル・ベルディム・ハメドフ大統領代行が第2倍大,大統領に就任した。2008年に憲法を改正した。2016年、憲法改正が行われ大統領の任期延長。5年から7年、大統領選挙の出馬資格の緩和が行われた。マジュリスと呼ばれる定数125議席の議会があるが、議員全員は大統領の承認を得る必要がある。 議員は比例代表制に基づき国民の直接選挙で選出され、任期は5年である。国権の最高機関として、国民評議会、ハルク・マスラハといいが存在していたが、2008年の憲法改正により廃止され、権限は議会に移った。この際、それまで50議席だった、議会定数は125議席に拡大された。国民評議会は、 大統領による主催のもと、マジュリス大議員、閣僚、地方、司法検討の代表が入り、大統領不信任案を提出し、弾劾に関する国民投票を行う権限を有していた。旧トルクメン共産党の後進トルクメニスタン民主党、タークミニステーンディーモクラティックパーシアシー、TDP による事実上の一党独裁制で、ニアゾフ初代大統領が、 同党の議長を務めていた。憲法では複数政党制が認められているものの TDP 以外の合法政党は農民政議党の一つしかない。この農民政議党は TDP の地方農村幹部により構成される衛生政党であるため実質には複数政党制は機能していない。2004年12月19日の議会マジュリス戦では全十2席を TDP が独占した。2013年の選挙では、トルクメニスタン民主党が大幅に議席を減らし47議席となり、トルクメニスタン労働組合組織となり33議席を確保し、第2党になった。トルクメニスタン軍は陸軍、海軍、空軍の3軍から構成されている。トルクメニスタンはソビエト連邦崩壊時にアルマトイ宣言に合意したため、 独立国家共同体の加盟国となったが、その後に制定された CIS 憲章を批准していないため正式な加盟国とはならなか。しかしながら脱退したわけではなく、正式加盟国ではないにもかかわらず、CIS の会議には参加を続けており、2007年には正式に準加盟国と定められた。旧ソ連の中央アジア諸国では唯一、 上海協力機構の正式加盟国ではなく、ゲスト参加に留まっている。北、大西洋条約機構、NATO や日本など、西側諸国とも対話や、要人往来を行っている。南隣のイランとの友好関係も重視しており、各分野で協力する文書を2018年に結んだ。衛星中立を掲げるものの、実態としては、中央アジア諸国をめぐるロシア連邦と、 中華人民共和国の勢力争いの対象となっている。トルクメニスタン産天然ガスはかつてロシア経由でヨーロッパへ輸出されていたがトルクメニスタン側が値下げに応じなかったため2016年に中断。2009年に完成した中国向けパイプラインを通じた輸出のみとなっていた。ロシア国営企業ガスプロムは2019年に トルクメニスタン産天然ガスの輸入を再開する予定を表明しており、これには同国への影響力回復を目指すロシア政府の意図があるとみられると報道されている。5州、ベラヤトとアシュガバート市で構成される。地方自治制度は、ゲンゲ州、小会議と地方公共自治機関が構成する。ゲンゲ州は、小都市、町村の代表機関である。ゲンゲ州議員は、 5年の任期で選出される。国境線の長さは 3736km、うち9割がカラクム砂漠で国土面積の多くを占めており、国土の北方はトゥランテーチで占められている。ウズベキスタンとの国境付近に位置する北東地域にはキジルクム砂漠がある。その中にアムダリア川が流れており、そこからカラクム運河が分かれていて、 灌漑農業などに利用されている。また、同じく、ウズベキスタン国境線上の北部地域には、サリカミシコがあり、アムダリア側の分流である、ウズボイ側に通じている。一方で、国土に流れる河川に早があり、ムルガブ側は丸を通り、アフガニスタンの国境を越えて流れ、アトレク側はカスピー海沿いに流れて、イランの国境付近の河川と繋がっている。なお、 国内の河川の多くは水無し川、和地である。最高地点は東部のウズベキスタン国境にそびえる海抜3139メートルである。ほぼ全域が砂漠気候である。トルクメニスタンの気候条件は非常に厳しく夏は40から50度、冬は0度以下まで下がるなど夏と冬の寒暖の差、日中と夜間の寒暖の差が激しい。また、 昼と夜では20度を超える温度差となることもある。年間降雨量はかなり少なく、コペトダブ山脈では200から400ミリメートル、カラクム山脈中央部は40から50ミリメートルと恐ろしく過酷な状況である。一方で南、東辺のイラン及びアフガニスタンの国境地帯は降雨量が比較的多いため、国土は ステップ気候と地中海性気候の二面を持つ。夏季に雨はほとんど降らないが、その反面、冬季には国土一帯に雪が降り、この雪は一時的に積雪することがある。常述の通り、国土のほとんどがカラクム砂漠で占められているため、植物の生息域は非常に狭められている状況である。森林面積は413万ヘクタールで、そのほとんどは 天然林である。なお、山地の森林は7万9000ヘクタールほど存在し、川沿いの森林は3万3400ヘクタールほど存在している。天然林の主な樹種は砂漠化領域ガやタマリクスで、山地はアルチャ、白芯の一種、川沿いはコトカケヤナギ、ポプラの一種、現地ではトゥランガと呼ばれるが繁殖している。トルクメニスタンは、 現在、国土の緑化に力を入れているが、違法伐採が続くために、森林の減少傾向による環境破壊が問題となっており、水資源の乏しさも加わって、非常に深刻なものとなっている。IMF の推計によると、2013年のトルクメニスタンの GDP は408億ドルである。一人当たりの GDP は7157ドルで、 中央アジア5カ国の中ではカザフスタンに次いで2番目、世界平均の約70%の水準にある。2014年時点で輸出の69.7%を中国、4.6%をトルコが占めている。主な産業は天然ガス、石油、綿花栽培、繊維工業。特に天然ガスは狭い国土にもかかわらず世界第4位の埋蔵量の 資源国である。これらの資源の輸出により潤沢な資金流入があるため、経済が豊かで政府による治安維持が行き届いている。現状では治安はとても良く近隣諸国と違い手の事件等も起こっていない。経済成長率は潤沢な資源のおかげで高成長を見せている。さらに食料品、日用品や住居等の物価が低く抑えられているほか、教育、 医療費や電気並びガス、水道などが無料とされている。このため国民生活は実質的な収入金額以上に安定していると言える。同国の主産物は小麦、ナッツ類、主にピスタチオ、ハーブ、薬草類である。ピスタチオはもともと造林用として栽培され、その果実を食用として利用できるため積極的に植林されており、果実は 豊作の都市で20から30トン採取されることがある。同国特産のハーブはアルテミシアとエフェドラで、この二つは料理用や薬品の原材料として用いられることが多い。また、林業にも力を入れており、その使用となっているのは人工造林である。一方、ソ連時代から綿花栽培を行っているが、灌漑農業での栽培であるために、 水資源に乏しい同国においては綿花を産物とすることに対し賛否両論となっている面を持つ。トルクメニスタンは他の中央アジア諸国と比較した場合、鉱物資源に乏しいと言える。例えば、金属鉱物資源は採掘されていない。ただし、有機鉱物資源、特に天然ガスに恵まれている。2013年版 BP 統計によると埋蔵量はイラン、ロシア、 カタールに次ぐ世界第4位の17.5兆立方メートルを誇る。2002年時点の天然ガス産出量は1 9 4 4千兆ジュールであり、これは世界シェアの2%に達する。輸出額に占める天然ガスの割合は2000年時点で49.7%。原油802万トンにも恵まれている。輸出額に占める石油製品と原油の割合は、 合計30.2%である。したがって、輸出に占める、工業、一部、化学工業が含まれる、セクターの割合は8割に達る。なお、石炭はほとんど採掘されていない。メルブや、ニサといった、シルクロードの遺跡が有名だが、全体として観光業はあまり発展していない。また、観光ビザに関しては、海外の先進国や新興諸国に比べ処理のスピード、 党が遅めであることから、その取得手続きは煩雑である。政策により物価は、とても安く、期間にかかわらず滞在しやすい。日本からの観光については、シルクロードトラベルインフォメーションセンターと、オアダン観光が渡航の手配をしている。2011年の推計によれば、15歳以上の国民の指揮自立は99.6%、男性。 99.7%、女性、99.5%である。2013年の推計によれば、国民の平均寿命は69.16歳、男性、66.18歳、女性、72.29歳である。同国の治安は、経済の項目欄でも記されている通り比較的安定している面を持つが、 犯罪統計を一切公表していないために、実際の犯罪発生状況を正確に把握することが困難な状況にあり、危険と判断されるレベルで捉えられていることが多い。現在、海外からの訪問者が現地で、盗難被害に遭っている事件が後を絶たず、傍らで、同地警察による増収祝が横行している問題も、根強い。両替を行うブラックマーケットも存在し、 実際の為替レートとは違う金額で換金が行われるなどの被害も多発している。また、売春を行っていると思わしき女性と一緒にいた外国人男性が現地の警察から嫌がらせを受けたという被害報告も出ている。トルクメニスタンでは国内の少数民族に対する差別が今も続いている。一例として同国に散在する。 世界的少数民族のの文化やその言葉を教えることが禁じられている。また、同国では2003年にロシアとの二重国籍を廃止。そこからロシアのパスポートを持たない同国生まれのロシア人はトルクメン人に認定される形で自身のアイデンティティを奪われ、ロシアへの出入国も永久に行えない可能性が高まっている。 加えて数千人のロシア人がトルクメニスタンから財産などを放棄したままで出国するよう促されたという話もある。アハルテケというトルクメニスタン名産の馬はトルクメニスタンの誇りとされ、アレクサンダー大王もお気に入りだったという。このほか、絨毯も名産品の一つ。ペルシア、インドの音楽の影響下にある独自の民族音楽がある。また、 ソ連時代から、ジャズや軽音楽のバンドの活動もあり、打楽器奏者、ラシャット・シャーアーフィーをリーダーとするバンド、グネッシュ・アンサンブルのレコードが、ソ連国営レコード会社メロディアから発されていた。同バンドは高度な演奏技術を持ち、トルクミニスターも代表するバンドとして、西側諸国でも高い評価を得ている。 トルクメニスタン国内にはユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が3件存在する。2002年、ニアゾフ元大統領の独断により月の名称と曜日の名称が独自のものに変えられた。しかし国民には不評で2008年4月には元に戻す。法案が提出され2009年から元の月と曜日の名称に戻った。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。